すごいよ。ほら、橋。そうなんだ。うわー、来ました。道の駅四水です。中国。四水甲子公園にやってきました。日本語百選。あそこがメインっぽいよ。あ、甲子の教えって。なんだ、甲子だ。お、すごいじゃないか、これ。人として守るべき8の国。恥ずかしい、なんだこれなんか字がおかしくなってる。恥ずかしい行いをせず、正しく進むこと、間違って何も間違えることをせず、綺麗な心でいること、正しい行いをして、悪いことをしないこと、礼儀正しくすること、正しい真っ直ぐな心を、自分には差差のない真心を持つこと、正、兄弟仲良くしてみんなで助け合うこと、これはできてるね。お父さん、お母さんの言うことを聞き、はい、もう一回言って、お父さん、お母さんの言うことを聞き、心配をかけず親孝行すること、親孝行が人間の道として一番大切です。はい、もう一回言って、親孝行が人間の道として以上面白すごいじゃん。へー、おー、パパ、なんかあるよ。なんか見つけました。お、いっぱい同じようなやつがある。すごい。嫁。阿蘇に向かって出発だ。はい、出発しまーす。よし、行きまーす。ほらー、すごいよ。ほら、橋すごいね。うわ、あ、これがこうだ。そうなんだ。うわー、すごい。すごいね。いやー、ここはね、見てしまうよね。すごいもん。ここか。すごい光景でした。まだ跡が残ってるとは思わなかったですね。なんか素直にふざけれない場所だった。そうだね、亡くなった人とかもいるからね、妹自身はね、そこの道路の窓から、あれびっくりしたね。